それって間違いなく俺の子供。やばい、何をしてても上の空だ。レナさんっているわけないじゃない。文化祭で演劇とか。翔平うぜえっつんだよ。お前ら何でもいいんじゃねえのかよ。久々に会ってくる一番尊敬する人。いつでも来なさい。教師にとって一番の喜びは卒業生が訪ねてくることなんだから。未婚で妊娠するケースってやっぱりあるみたいだけど、こんな時皆さんどうしてますか。素晴らしきかな先生、日曜夜10時。